さあ始まりました少量チャンネル。翔太です。亮です。少量です。今回は、はい、ディズニーシーに行きました。やってきました。ここで、うん、まあ一緒にね、うん、いろいろ楽しんでいければいいね。久しぶりのディズニーシー、ちょっと楽しんでいきたいと思います。さあ耳をさ買わない。あー買いたい、ね、何にしようかね。ディズニーに来たら買ってくる。買いましょう。おかしい。わかんない。いや、いいんじゃない。わかんない。これはどう？いや、似合ってるよ。うん、似合ってる。よし、じゃあ似合ってる。行きます。楽しんでいきましょう。ディズニーシーのご飯できるだけ閉店までにどれだけ食べれるかやっていこうと思います。まずはこれが餃子ドッグ。餃子ドッグとビールで、ね、乾杯しましょう。ありがとう。乾杯。あ、うまいわ。うまっ。いきます。いや、マジ美味しそう。めっちゃお腹空いてるからさ。美味しそう。中は4個の感じ。餃子そのまま美味しいよ。美味しい。餃子ね。大丈夫。美味しいね。うん、これお腹空いてるからマジで美味しい、ね、でもこれどれだけ食べられるかだよね。結構いろんなお店が、いや、まあ言ってね、うん、あるから全然全部食べれると思う。言ってだから帰りすごいことになってると思う。だ結構そのディズニーで1万円企画とかやってる人とか、うんうん、いや1万円なんて超えるでしょとか思ってる。俺はね、一人でだよ。相当な量だと思う、これは。だからまあ俺らがどれだけ食べれるか。確かにね。いや、多分食べれると思うな。ね、そう。で、まず1食目はこれ、餃子ドッグです。終了。デミグラスソースチュロス。はい、はい、はい。というわけで、2つ目買ってきました。これは中にデミグラスソースが入ったチュロス。はい、ちょっとこんな感じ。あ、食べてみて。あ、美味しい。中にソースが入ってる。いただきます。なんかグラタンっぽい。うん、なんかね、普通のチュロスとはね、また違う。で、なんかポテトって書いてあって、この生地自体が多分ね、ポテトなのね。もう美味しい、美味しい、美味しい。2つ目でした。よし、これ食べて次行ってみよう。うん、次行ってみます。もう諦めよ。引っ込んじゃったかもしれない。引っ込んじゃった。出すよ。
忘れてない。わかんないんだよ。なんかまた引っ込んだ。あ、出てきた。まだ。まだちゃんと撮ってないから撮って、ハゲ。ハゲ撮ってちゃんと。これ結構引っ込んじゃったの。だって出てるかもしれないじゃん、ずっと出てるかもしれないじゃん。今までも出てた。後で出てたら、あ、鼻毛出てますねってコメントで埋まっちゃうよ。出てないよ、出てないよ、出てないよね。めっちゃアップリセあ、今出てない。鼻毛取るばかりじゃん。まあそうだね、また出てたらね。また出てたら言うわ。ひょうにょう。はい、じゃあ次、三つ目。でん。サリマンだって。サリマン。これ何味なの？なんかね、チキン&コーンって書いてあった。うん、で中にチキンとコーンが入ってるのかもしれないけど、はいはい、すごい色じゃないこれ、うん。食べてみよう。いただきます。何が入ってるのこれ。これすごくない、ね、コーンポタージュみたいな感じ。なんか美味しい。いただきます。美味しい、美味しいね。うん、美味しい、美味しい、美味しいね。うまいね。でもなんか、うん、でもなんか普通にコンビニとかじゃ売ってない。うん、食べたことないこういう感じ。おいしい。はい、というわけで3つ目はジェームス・P・サリマンを食べました。おいしい。どんどん食べていきたいと思います。いっぱいいっぱいいっぱい。4つ目、日の光浴びるどれかな。はい、久々ディズニー。久々ディズニーです。5年、2人は初めてでしょ。2人は初めて、うん、5年ぶりぐらいかな多分。なんかもうビール飲みたいな。でもね、翔ちゃん絶叫が無理だから、ね、絶叫が無理。でもお酒飲みたいから C 来ちゃったから。お酒飲みたいからリッチだね、お酒飲みに C。 はい、買ってきました。4つ目、スパイシースモークチキンレッグです。はい、でも美味しそうじゃない。うん、でもう食べてみる。はい、あんさせてあげる。あ、そうなんだ。柔らかそう。どう？おいしい。おいしい。これもいただきます。おいしいよ。あ、おいしい。うん、なんか肉汁に気をつけてくださいって言われたけど、うん、すごい肉汁が。うん、うん、うん、うん。いいね。つーちゃんも。おいしいこれ。皮だよね、今の。皮だ。身も身も。身じゃなかった、今皮しか食べてなかった。おいしい。よかった。うん、ね、いいね、いいね。すごい、うん、食べな。うめ、おいしいね。じゃあ4つ目はね、チキンレッグってこと。なんかもうどこまでも食えそう。うん、まあ、全然いけるな。うん、まあ、3人でちょこちょこ食べてるからね。次、行ってみたいと思います。はい、よかったね。次、何個目だっけ。5個目。5個目、うん、これです。寿司ロール。寿司ロール、なんかね、エビとチキンのやつだって、うん、あとこれチュロス、オレンジ味。
オレンジ、うん、ニモ&フレンズのオレンジチュロス、はい、はい、じゃあ食べていきたいと思います。まうん、どう、うん、あ、美味しい、うん、うん、あの何、美味しい、なんていうの、チキン巻き、うん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 、そんな感じ、うん、やっぱこれがさ、シーニーの特権だよね。あー、ビールが飲めるのか。おつーちゃんもかな。うん、美味しい。美味しい。もちろん。うん。うん。オレンジの味する。オレンジの、あ、オレンジの味かな。それで5つ目と6つ目。はい、でした。どう、お腹の具合は。まだまだ食べれるけど。まだまだ食べれる、うん、どうすんのこれから。いや、もう行こう。どこに行く。次の食べ物を。てかさ、もうリップ塗りすぎて逆に乾燥してるから。違うよ、元も塗らなかったらもうこれなの。あ、そうなの。塗ってるじゃん。なんでずっと潤わすしてんの。絶対この間買ったからさ。塗り方じゃあ行こうか。行きましょうか。にゃにゃ、あ、かわいいね、はい、というわけで7つ目、うん、出ました、浮き輪マン。おお、何浮き輪マン。浮き輪の形した肉は、かわいい。かわいいよねこれ、ほら見て、うん、これは何味。エビだって。エビ、さいただきましょう。いただこうぜ。ああ、はい、あ、見てエビが入ってる、めっちゃ大きい。あのね、ね、シューマイかな、うん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 、シューマイに近い感じ。うん、あ、おいしい。おいしいね。なんかこういうのさ、コンビニに売ってたら絶対欲しいな。うん、エビの食感もちゃんとある。ちゃんとある。やっぱこれ。これうまいわ。ありがとう。今日一やな、俺。うん、うん、うん。すごい自分一人で OK でいいと思うんで。いじってんのにさ、どうぞとか言うのやる。嘘。真面目か。美味しいね。美味しい。うまいわ。でもね、俺さっきの寿司ロール食べてちょっとお腹溜まってきたんだよ。まあそろそろね、そうだよ。うん、美味しいね。うん、美味しい。そしたらまた、うん、次にね。はい、まだ行ってないエリアがあるから。あ、そっかそっか、そこも巡らないといけない。うん、行きましょう。うん、行きます。どこ行った。お腹見えてる。お腹見えてる。楽しいね、やっぱディズニーシーって。では次、8個目、フライドチキン&ベイクドポテト、うん、チーズのせみたいなやつ食べよう。食べよう。ちょっと名前が長くてさ、ちゃんと覚えてないの、うんだもん。どっち食べたい。ポテトがいい。ポテトがいい。うわー、すごい、 すごいね、チーズ。いただきます。うん、濃い、なんかチェダーチーズのポテト。濃いね。うん、何入ってんの。あと、え、ポテトと、うん、あ、これあれだの、なんていうの、香草みたいな。あ、エルプドプロバンスみたいな感じ。へえ、つーちゃん食べる。うん、おいしい。うん、濃いよね、うん、はい、唐揚げ。あ、ちょうど3つあるよ、うん、唐揚げ。うまいね、おいしい。あ、
美味しいね、この唐揚げ、うんうん、お腹空いてきた、うん、なってきたね、うん、この後ね、ちょっと1個ショーとか見に行ってね、うん、いろいろやっていくからね、うん、ちょっとお腹を空かせて、うん、なんか結構さ、どこのお店も美味しくない？うん、すごい美味しいよね、ね、だいたい一律500円とかそうや、ね、400円とかね、うん、買いやすい、安い、そんなに高くない、うん、もうだいぶ日が暮れてきたね、うん、そしたらあれかな、次は9個目、うん、また探してみたいと思います、はい、よう食べるな、よう食べるな、よう食べるな、9品目はビールビールで、いや今までももう飲んでるけどねちょっとひよったな、なんだっけ、ここエディルーズベルトっていう、うん、ところでちょっと一回休憩して、うん、もうすぐね、うん、日も暮れそうだから、そうだね、なんかいい場所あれば、ね、またちょっと行こう、寒くなってくる、うん、ちょっと一旦暖を取ってます、うん、みたいなのがあるっていうのが、ね、びっくりした、ね、うん、雰囲気すごくいい、何の間なの久々のディズニーを楽しい、なんか、うん、俺も5年ぶりぐらいだけど、だいぶいろいろ変わってるよね、うん、でも12年前に来たのと変わってないものもあるね、ずっと変わってね、ショーとか、うん、すごい3人で見たかったショーがあって、抽選したら外れた残念、夢は与えられなかった、ね、当たんなかったからね、うん、そのまま2時間くらい待たないと見れませんみたいな感じだったから、ね、ちょっと諦めたよ、まあまあ、仕方ない、仕方ない、あ、いいよ、俺ね、絶対勝つ自信がある、すごいね、いいよ、それ勝負つくの？いや、これって何なの？笑ったら負けとかにしないと、うん、そしたらもう翔ちゃん笑ってた、照れたら負けとかね、うん、なんで負け、どうなったら負けかが分かるただ確かに、ただ見つめ合ってるイチャついてるだけだよ、にゃにゃ、いいよ、はい、というわけで、さっきのカウントするのはこれが10食目はい、ね、買ってきたのはこれです、ソーセージの骨付きソーセージ、見えるかな、映ってる、うん、はい、食べたいと思います、食べたいと思います、うん、どう、美味しい、うん、美味しい、あ、美味しいよ、これ美味しいよ、なんかね、ちゃんとしたやつ、うん、皮もパリッとしてて、うん、うん、それこそ本当にビールに合うやつ、うん、はい、ついちゃんも、うん、美味しいよね、美味しい、うん、うん、でさっきのお店でね、結構長居しちゃったから、もう外はもう真っ暗、うん、真っ暗になって、ずいぶん真っ暗になっちゃって、うん、
今日は結構長い時間ずっといたから、うん、よかったね。午前中に来てね、うん、もう結構遅い時間になっちゃったね。そう、まあ結構食べて飲んでしたね。そうだね、そうだね、うん、うん。お土産のお店とか入ったらあったかいかもしれない、うん、何やってんの。なんもないよ。はい、というわけで今回はディズニーでイベントをして